ニュースをお伝えします。芝居が金さん主席の普及の著作と昨今度冒頭第6回大会で行った中央委員会の活動報告より3そこから自主的平和統一を実現しようの前段が歴史的な4月南北南極会議開催70周年に際してブラジル地質思想研究センターのホームページに載りました。外国の人が共産民主主義人民共和国国務委員会金正恩委員長を熱く称えています。ドイツ判定フォーラム委員長は尊敬する金正恩委員長は偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の崇高な意にのっとり朝鮮米米等を輝かしい勝利へと導いていると述べました。ミャンマー連邦団結発展党ヤンゴン地域委員会書記は金正恩委員長に導かれる朝鮮労働党は全社会の一心団結をさらに打ち固め党の戦闘力を強化して世界の進歩的党のモデルとなっていると言いました。ナイジェリア復興進歩党全国委員長は朝鮮の政治的思想的威力をあらゆる面から強化し国力を最上のところへ引き上げた金正恩委員長はずば抜けた政治実力を持つ偉人だと述べチェコボヘミアモラビア共産党コトナホラ軍委員会副委員長は金正恩国務委員会委員長の朝鮮労働党委員長の逝去は労働党員らと人民の絶大な支持と信頼の表れだと述べました。10日、空路平安入りしたファン・ジェンドさん率いる在日朝鮮人祖国訪問団が何日でもかの偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の銅像に献花し敬意を表しました。10日、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員の朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会キム・ヨンナム委員長が平安のマンスト議事堂で世界食糧計画のデイビッド・マルベラー・ウィスリー事務局長一行の表敬訪問を受け懇談しました。10日、第18回7月21日建築祭典の閉幕式が平安の科学技術伝道でありました。トン・ジョンホ内閣副総理と関係者、国中の建築設計、施工、建材、監督、科学研究、教育部門の人、建築家、技術者、教員、研究員が参加しました。閉幕式では審査結果が発表され、優秀な評価を受けた団体と個人にトロフィーと賞状、表彰状、賞書が授けられました。会見の間、参加者は国の建築科学技術を先端レベルに引き上げることで収めた成果と経験を交換しました。8日から10日まで、平壌の科学技術殿堂で第9回全国医療機器展示会が開かれました。展示会には委員会各省中央機関参加の工場、企業、教育、科学研究機関、保健医療機関で考案し製作した460種の2290点のものの医療設備と器具、材料が出されました。10日の閉幕式に関係者と出版したところの人、科学者、技術者、教員、研究者が参加しました。閉幕式では審査結果が発表され、優秀な評価を受けたところと個人に賞状と賞書が授けられ、表彰がありました。共和国の高等教育図書出版社から人材育成に役立つ220種余りの教科書と参考書が出版されました。新刊には多方面にわたって立ち上げる最新科学技術手段が盛り込まれ、現代の教育発展に合う教育内容で一貫した190種余りの教科書と専門技術大学の特性に合う数十種の参考書などが発表。これとともに勤労者の常識水準を高めるのに役立つ各種コンテンツも出しました。歴史的な北と南の首脳対面とパンムンジョム宣言を支持した在日朝鮮人平和統一協会リ・ドンジェ会長が5日談話を発表しました。
談話は、歴史的な北と南の首脳対面と天文所無宣言の採択は、中国の和解と平和の新時代、共同本命と統一を目指す新たな歴史のスタートを告げる民族史に輝く大きな出来事である。在日朝鮮人平和統一協会は、正義と真理を願い、平和と統一を志向する北と南対外朝鮮人との連帯連合をさらに強化し、新たな団体に入った祖国統一運動で本分を全うするだろうと述べました。一方、歴史的な北と南の首脳対面と天文所無宣言を支持して、6月15日共同宣言実践海外側委員会アメリカ地域委員会が声明を出しました。祖国統一反民族連合欧州地域本部が天文所無宣言を支持する声明を出しました。声明は、北と南の首脳が天文所無で民族史に世界史に特筆すべき会談を行って、天文所無宣言に参与したことに世界中がとても喜びになっている。世界の著作民族が掲げている平和統一のスローガンがただのスローガンでなく、著作民族の一致した統一意志だということを確認したと述べました。国民の内閣府総理兼防御省は10日、平安の人民文化宮殿で、世界食糧計画のデイビッド・マルドラ・オビスリ事務局長一行の表敬訪問を受け、懇談しました。世界食糧計画のデイビッド・マルドラ・オビスリ事務局長一行が10日、チュチュ首相と訪れました。これに先立って一行は、平安子ども食品工場、祖国統一三大憲章記念塔と、三期年度終焉後にある世界食糧計画の協力対象を見ました。一方、この日、世界食糧計画事務局長は共和国訪問に際しても宴会を設けました。朝鮮中央通信社が、朝鮮の平和擁護政策による結実と題した論評を出しました。論評は、北と南の首脳の歴史的な天文所無対面と会談、4月27日宣言は今世界の嵐のような支持と歓迎を受けている。南朝鮮の各階層はもちろん、世界中が金正恩委員長の大勇断がもたらした平和の新しい歴史、北と南の関係と朝鮮半島の平和のターニングポイントとなる歴史的な出来事などと称賛し、ワシントンポストも、今の朝鮮半島の雰囲気はほとんど全て金正恩委員長によって作られた、自信に満ちた金正恩委員長によってもたらされた結果と伝えた。アメリカ大統領まで、北と南だけでなく世界中にとても喜ばしいニュースだと拍手を送っているのは、今回の北と南の首脳対面と天文所無宣言が朝鮮半島と地域の平和と安全を保障する大きな出来事であり、アメリカの利益にも背かないということを見せている。朝鮮半島とさらに世界の平和と安全のために戦うのは、朝鮮労働党と共和国政府の一貫した立場である。世界が支持する北と南の首脳対面と天文所無宣言こそ、共和国の平和擁護政策によってもたらされた尊い結実である。にもかかわらず、今トランプ政権内部から朝鮮半島の現実のことで最大のプレッシャーの結果、限界に至った選択肢などの残念が出ている。アメリカは対話の相手への利益を正しくして誠意を見せるのが国際社会の要求はもちろん、自分の利益にも合うということを常に命じるのがよかろうと述べました。以上でこの時間のニュースを終わります。チェ・ジョンミル監督がお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。頑強な実践力を持つ科学者、著
存の科学者、技術者が人民の健康増進のための研究に励んでいます。京山総合大学、県や医科大学の医学科学技術交流所所長、各地のリム・チャンゴさんもその中の一人です。リムさんは臨床医学で切実な懸案を多く解決して、国の科学技術の最高賞である2月16日科学技術賞を授かり、2017年の国家最優秀科学者、技術者に選ばれました。20数年前、京都の県や医科大学の博士課程を出たリムさんは、人体の物質対処の過程に欠かせない必須ビデオワードであるソ連の薬物法律を科学的に解明し、ソ連用の薬品が衛生と開発して、薬学者への注目を集めました。交流所に勤めて以来、自らの新技術開発チームを充実させ、科学者に働きかけて数ピッチの効能の高い医薬品の開発する成果を上げました。またスポーツ選手の体力をアップさせる新たな機能性クリームと、肉体疲労回復、競技適応能力を高める空気イノーラの発生器などを開発して、国のスポーツの発展に役立たせました。近年は金属工業工業大学と本地工業方の科学者と力を合わせて、臨床実験上の意味が大きい新たな眼球電気生理検査器を開発する研究に一度で成功しました。今もリムさんは人民の健康増進と国の医学の発展に尽くす一年に燃え、企画を重ね環境に実践しています。京山総合大学、県や医科大学の医学科学技術交流所所長、博士のリムチャンゴさんをご紹介しました。モンゴル4月の挑発行為。先日日本は自衛隊を動員して猛烈海軍とともに共和国を海上から封じ込めるための共同訓練を関東沖で初めて強行しました。訓練には海上自衛隊の護衛艦鈴波号、東京艦徳川号、 P1 哨戒機潜水艦と猛烈の護衛艦サドランド号が参加しました。一方、日本防衛省は24日まで行われる日米共同訓練に、米軍海兵隊の岩国基地所属の F-35B 型機と航空自衛隊の F-35A、F-2、F-15 型機、早期警戒管制機が動員され、射撃及び爆撃訓練を展開すると発表しました。日米は双方から F-35 の新型戦闘機が共に参加する共同訓練は過去のことだと宣伝しています。これはアメリカをはじめ列強を傘に来て、何としても朝鮮最新略の野望を果たそうとも韓国勝者の統一的妄想です。今平和を愛する共和国の指導的で積極的な措置と努力によって、朝鮮半島では和解と緩和の機運が漂っています。国際社会は世界最大の緊張地域と認められた朝鮮半島に頼もしい雰囲気がようやく作られたことを支持し、それが永続平和へとつながることを待ちわびています。こうした時代の流れに逆らって、アメリカは共和国と第三国の海運及び貿易会社尖閣を相手にして独自制裁を実施すると発表し、その実現のために躍起になっています。上司のこうした共和国を一致策動に投資を合わせて、日本は不純な政治的目的を実現しようとしています。対朝鮮独自制裁の実効性を云々し、日本に入る外国の全ての船舶は北朝鮮寄港履歴遺憾についての報告を義務化すべきだと決定し、共和国に立ち寄った船舶がこれを隠して法案の港に入港する場合は、関係者に罰金を課し、さらには懲役刑のような公的処罰を加えることにしました。日本は朝鮮制裁圧迫に他の国にまで引き入れようとしています。これからオーストラリアとカナダの哨戒機が日本のカブラ米空軍基地を拠点にして警戒監視任務を遂行するといいます。安倍集団がアメリカの朝鮮制裁圧迫に同調して躍起になっているのは、朝鮮半島の情勢を引き続き激化させて
各種汚職による深刻な政治的危機から逃れ、憲法改悪の宿願を叶え、進んでは朝鮮最新略の野望を実現するためです。アメリカの手先に過ぎない日本は、今の朝鮮半島の情勢変化で早くはおろか意地悪い難癖をつける観客に過ぎません。一言で言って日本は時代の流れから押し出された泡に過ぎません。今国際社会は、日本は身の程も知らずに軽はずみに振る舞い、軍国主義の道を走るなら得るものは何一つないだろうと称しています。大幅知らずの挑発行為、副大使とお話ししました。